胴体展示が決まったのは、市が所有する B6 型蒸気機関車で、名古屋市科学館に展示されていたものを2016年に調査目的で解体し、現在は富山県高岡市の倉庫で保管されています。胴体展示は圧縮した空気によって車輪を動かす形で、乗車はできず車両の走行は未定、名古屋市科学館に再び展示されること以外、設置時期なども未定です。 10年前に河村市長が掲げた SL の蒸気による本物復元計画は8年前に試験走行させて以降一向に進まずその進捗状況に議会側から批判の声が上がっていました。